チンです。ペルソナ5タクティカやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は入手がちょっとわからなかったペルソナの入手方法やっとわかりました。それを紹介していきたいと思います。このゲームで、ペルソナ基本的にレベルが上がると解放されていくんですけども、レベルが上がっても解放されないやつがいる。それのね、入手方法をずっと探してたんですけども、やっとわかりました。まずね、28。ここレベルじゃ入手できないんですけども、プリンシパリティですね。こいつの入手方法がわかったんですよ。で、28だけじゃなくって、レベル50。レベル50のここ。瀬戸ですね。瀬戸も入手方法がわかりません。これもね、おそらくだけどもわかった。で、まだ入手ができてないのが、69。ジャークフロストですね。ジャークフロストもレベルでは解放されません。で、もう一体。83の、ここ。アリスですね。アリスも欲しい。でも、レベルでは解放されません。でも、多分ね、わかった。もうこれ確実だと思う。まあ、とりあえず、今日は、レベル28の、プリンシパリティの入手方法をやっていきます。ここは本当わからなかったね。ここです。クエストですね。俺、クエストを全然やってなくって、1から5。1から5の第1章のクエストをクリアすると、プリンシパリティが解放されます。この5個クリアしたところで、文字が出て、プリンシパリティが解放されましたっていう風に出ました。いや、これはね、わかんなかった。で、6から9が第2章のクエストなんですよ。ここをクリアすると、おそらく瀬戸が仲間になる。うん、瀬戸が解放される。で、第3章のところをクリアすると、ジャークフロスト。で、第4章のところをクリアすると、アリス。という風になると思います。まあ、多分確実だと思うんだけどね。まあ、とにかく、このプリンシパリティは1から5。をクリアしてみてください。こいつがいなかったんで、メタトロンが仲間にならなかったんですよ。これでようやくメタトロンが作れます。で、ここで、まあ一番難しいのは、ここかな？洗脳をもう一度。うん。でも言ってもね、そんなに難しくないので、サクッとクリアはできると思います。試しにね、やってみようと思うんですけども、一回クリアしたやつって、もうできないんですよね。繰り返しできない。うん。まあ、なので、ここクリアしてみてください。まあ、言うほど難しくないです。1から5だったら、サクッとクリアできると思います。はい。ということで、今日は入手がわからなかったペルソナの入手方法、やっとわかったので、ご紹介でした。クエストをクリアすると、解放されていきます。全4体ですね。多分間違いないと思う。はい。やってみてください。まあ、全部やりたいところなんですけどね。でも3章4章が来年の1月にならないと、投稿しちゃダメっていう風になってるので、まあ、ストーリーではないんだけども、やらない方がいいのかな。まあ、ストーリーじゃないからやってもいいとは思うんですけどね。はい。まあ、とりあえず、入手がわからなかったのは、レベル28のプリンシパリティです。最後にちょっと作ってみようか。プリンシパリティは、合体を行うのですね。ちなみに、これで作れます。他にもあると思うんですけども、鳳凰と黒とですね。これで、作れまーす。このペルソナにお待ちください。できました！皆さんも、プリンシパリティ作ってみてください。結構重要なペルソナです。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。